本人の努力ってどうこうなる問題じゃなくて、社会的な問題の方が大きかったりしますね。はい、おはようございます。アセアメンタルクリニックの院長松田祐介です。本日は働けない現実というテーマでお話ししようと思います。臨床してるとですね、皆さんが良くなればいいなと思いながら臨床してるんですけど働けない人っていうのが出てきますね。で、そういう時にですね、障害需要っていうのをどう考えたらいいのかってことはよく、聞かれます。ただですね、働けない現実っていうのは本人の問題というかですね、周りの人もですね、本人が甘えてんのかとか本人のせいじゃないかとかいうふうに考えがちなんですけれども、どちらかというとですね、働けない現実っていうのはもはやそれって本人の努力ってどうこうなる問題じゃなくて、社会的な問題の方が大きかったりしますね。だから我々の個人の努力なんて、そんなね、現実とか社会に比べたらもうはるかにちっぽけですから、社会変動の大きさに比べたら我々の努力なんて本当にね、微々たるもんなので、個人でそんなね、大きく変えられないんですよ。だから働けない現実をですね、会った時に診察室の中ではですね、その患者さんって本当に働けないかどうかは僕らはそこまで見抜けないんですよね。どちらかっていうと、まだできそうかなとか、うまくできそうな気もするなと思いがちなんですよ。それは診察室の中でのコミュニケーションとか相手に対する好意もあるから、そんなにダメな人じゃないだろうって僕らは思ってしまいがちなんですけど、まあダメな人ではないですね。働けない人はダメな人ではないんですけど、まあもっとやれるんじゃないかなという思いがちですけど、でも案外ね、やっぱり今の世の中頭脳労働ですし、頭脳労働社会ですし、向き不向きも結構出ちゃいますし、ね、パソコンとかうまく使えばですね、人の2倍3倍働けちゃったりするので、そういう世の中だと逆にですね、他の人より全然働けない人たち2分の1、3分の1って人もいるので、まあそうなのかなというふうには、まあ、思っちゃいますけれども、だからその場合はですね、まあ障害年金とかでですね、生活保護を取ることもお勧めしたりしてます。で、働けない現実っていうものを考えるときに、個人の努力ではないんだっていう話をですね、今回したいと思うんですね。そういう視点があることで、まあもうちょっと自分のことを受け入れやすくなると思います。はい。で、例えばですね、うつ病に関して言うとですね、アメリカはですね、1年のうち、有病率は10%ぐらいなんですよ。だからアメリカ人の1割ぐらいはうつ病だっていうことなんですよね。これアップトゥデーとか持ってきたんですけど、で、生涯でうつ病体験を経験する人たちが 21% と言ったりします。めっちゃいますよねだからこれ見た時にうげっと思ったんですけど、日本は 2.2% で 2.2% ですね。だから、その2.2% の人がうつ状態である、うつ病の状態であるということで、一生のうちにそのうつ病を経験する人は全体の 8% だと言われてます、だからアメリカの半分ぐらい、半分以下ですよね、日本っていうのは。ただ日本もどんどんアメリカ化していくので、どうやら増えそうですよね、うつ病っていうのは。このデータから見れば明らかで、ではアメリカのことみんな好きですけど、まあ本当にいいのかっていう、個人の努力って本当にそのああいう社会が本当にみんな人々の幸せを生んでるのかっていうと、本当なんだろうかという気はしますね。だからいい面ばかりを見ていて悪い面を見ていないというかね、そんな気がします。はい。で、じゃあ現実はですね、でもアメリカのようなもの、資本主義の、まあ最先端のアメリカに近づいていってるし、いろんなものがアメリカ化していく運命にありますよね。それは日本だけじゃなくて世界中、そうっちゃそうなんですけども、じゃあ日本の場合どういう問題があるのかっていうとですね、社会的な問題でいうと、まあ最近思うのはこの4つですね。だから、少子高齢化している、あとグローバル化が進んでいるってことで、日本の貧困化とか格差が生まれているってことですね。だから高齢者が増えるってことは医療費が増えたりとか働けない人が増えるってことなので、そんなの生活保護の人が増えるよりもはるかにそのね、老人一人増える方が負担大きいですから、そういうことが起きているということですね、貧困化。そしてグローバル化の問題が
あります。だから貧しい国は豊かな国で、豊かだった国は、平均に近づいていくので、まあ、相対的にその日本というのは豊かな国でしたから、平均に近づいている。だから、まあ、日本は貧困化しているということがあるし、あとそれに伴いですね、資本主義の方は活発化しているので、まあ、格差というのがでかくなっていると、アメリカに近づいているというのがありますね。だからその時点で頑張ってもそんな稼げなくなっちゃってるんですよね。だから終身雇用制も崩れてるし、なんか頑張っても給料が増えないことが分かっちゃってるので、まあ確かになかなかね、本人の努力でどうしようもならないというか、本人なんていうかな、周りもそうだからね、結局働いても給料上がんないじゃないかっていうのが一人だけの話じゃなくて、周りの人もそういうルールというかそういう思いでやってると、やっぱりなんかこう苦しいですよね。だから相対的な弱者っていうのが意地悪されやすいっていうのはありますね。あと IT とか AI の進化によって、まあ、マルチタスクができるようになっちゃったと。で、スピードも早くできる、仕事ができるようになったので、それに適応できる人はですね、うまく働けるけれども、適応できない人は他の人よりもですね、仕事ができなくなっちゃってるというのがありかなと思います。なので、そういうのができない、ついていけてない人たちは、自分はマルチタスクができないし、仕事が処理速度が遅いから、発達障害じゃないか、境界知能じゃないかということで、精神科を受診することが増えていますね。あとは SNS とかコロナの影響で、やはり自分の知りたい情報だけが手に入るってことになってしまって、社会全体が断絶、分断を生んでるっていうのは事実だし、分断を生む結果ですね、不寛容になっている、他者に対して寛容さが減ってるっていうのはあるなと思いますね。だから潔癖なんですよね。だから他人の失敗許せないというか、他人に迷惑かけちゃいけないという思いの人が若い人中心にすごい増えてるなっていう気がしますね。だから不寛容というか、で全体的に不寛容な社会に変わりつつあるなと思いますね。なぜ不寛容かっていうと、多様性を知らないからですよね。多様性の重要性を、経験してないからであって、それは断絶された社会の中にいれば、どん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 ね、均一なものとかになっていきますから、そうすると自分と違うものに対しての寛容さっていうのは失われちゃいますよね。はい。だから働きにくいと。あと家族間とか仕事間の変化ですよね。だから急激に世の中の仕組みっていうものが変わってきているので、家族間っていうのもすごく変化してるし、仕事に対する考え方とか転職の考え方もすごい変化してますね。だから同じ年齢の人と喋っていても全然違うなと思うし、業界によっても違うし、そして世代ギャップもすごく大きいなと思います。だから患者さんごとにこういうそこの世界観のすり合わせっていうのがすごく難しくなっているというのが、僕は臨床やってて思っていて、なかなか、そしてじゃあこういうふうに考えたらいいんだよとか、こういうふうに、今変わってんだよってことをですね、伝えても、なかなかこれがプスッと受け入れられる人と、やっぱ頑なで柔軟さがない人、もいますね。それは鬱だからとか調子が悪いから硬くなってるというよりは、もともとのその素質というか性格というか気質の問題もあるだろうなと思います。で、こういう社会全体の中できちんとしたリーダーシップというか、上司が上司の仕事を果たせてないっていうのもあるなと思いますね。まあ、上司が全部できるかというとできないんですけど、でもまあそれってあなたの仕事じゃなくて上司の仕事だったんじゃないのっていうケースは結構多くて、だから自分を責める必要ないんじゃないのっていうことは多かったりしますね。まあ、とにかくその働けない現実とかそういうものを、なんか目の前にした時に、みんなは働けるのに自分はなぜ働けないんだって思うと思うんですよ。でもこの、まあ、2.2%っていう数字がこれから3.2%とか4%とかになると思いますけど、1%増えてもですね、周りの人がどれね、の変化ってあんまり実感できなかったりするので、自分だけが悪いというふうに感じがちですね。だから小さい変化って分かんないんですよ、徐々に増えていくと。だから消費税が増えていってもなんかよく分かんないじゃないですか。なんか急激にガツンときた感じはしないですよね。だからじわじわとこう、働けない人が増えていく、世の中になってますから、
そういうことを知りつつですね、うまくですね、やっていってもらうっていうのが大事かなと思います。とにかくその責めない、自分を責めるんじゃなくて、こういうふうな変化が社会で起きてるんだなというふうに思うことが重要ですね。そして周りの家族とかもそういう視点をですね、どこか置きながらですね、いないとですね、本人に頑張れ頑張れっていうだけだとやっぱり潰れちゃいますから、そういうことを考えてもらいたいなと思います。はい。あとはリーダーの人とかはですね、こういう現実があるってことを知ってもらってですね、やはり精神学的な知識も持ちつつチームビルディングを、やっていただけたらなと、思っております。はい。ということで今回は働けない現実というテーマでお話ししました。以上でこの動画を終わります。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、グッドボタンをチャンネル登録、私の方よろしくお願いします。ではまた。